スポーツ人サッカーアカデミー湘南七夕フィールド。スポーツ人チャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしております。はい、それでは、本日は川崎市中原区で活動されている FC クリオの味見で代表と、畑田コーチにインタビューさせていただきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、2022年にジュニアアイスの方新規で登録されたっていうところで、まあ、最初にこうチーム設立のきっかけなんかを教えていただければなと思うんですけれども。はい、まあ、私たちのチームは2013年に、はい、まあ、発足をして、はい、まあ、サッカースクールと、はい、まあ、ジュニアのチームからスタートしたんですけども、はい、でまあ、10年目の、はい、まあ、節目といいますか、はい、っていうので、まあ、ジュニアユース立ち上げたいなと、はい、でまあ、僕たちのジュニアの子たちの進路先に、はい、まあ、我々自分のチームがないっていうのも、はい、まあ、もどかしさも常に感じていたので、はい、まあ、それがきっかけで、はい、立ち上げさせていただいたっていうところになります。なるほど、なるほど。新規加盟ですけど、はい、もうスクールから含めると10年ぐらい。はい、そうです。新世界って。なるほど、なるほど。あとこう練習場所とかっていうのはどちらでやられたりしてるんですか？今、まあ、現在の、はい、中原区の方で、はい、基本的な中心的な活動させてもらって、はい、で週1回は、はい、まあ、スクールを、まあ、横浜市の方でやってるので、はい、まあ、そちらに、まあ、個人の技術を高めに、来てもらう、まあ、自由参加で来てもらうっていう感じで、はい、広報局の方で、はい、を一つやってます。あ、なるほど、はい。練習回数とかっていうのは週にどれくらいやられるんですか？今の現在の中1の子たちに関しては、はい、週4日を設けてまして、はい、まあ、平日4日間と土日、はい、あ、なるほど。設定は設けてます。はいはい。で、その中で、まあ、最低2日間、平日2日間は出てくださいねっていうことで、はい、やらせてもらってるんですけど、なるほど。残りの2日間は、はい、まあ、個人技術を高めるための、はい、日にしてます。はい、なるほど。じゃあ週土日合わせて、まあ、4回は来て、来たい子は、最大週6回で参加できる、はい、できます感じですね。なるほど、なるほど。イングリッシュとかは同じ4回目。あ、そうです、はい、同じになります。じゃあお得ですね。お得です。あとこう遠征とかっていうのは年に何回ぐらいこう行かれる予定ですか？そうですね、今現在も予定しているのは、まあ、春に1回は行きまして、はいはい、で夏2回、はい、で、まあ、冬に1回、はい、なのでまあ3回から4回ぐらいを予定、はい、大体でいうので、まあ、年間にこうかかる費用なんか分かれば教えてほしいなと。はい、月々の月謝、まあ、運営費が、1万4300円、はい、で、合宿費が、まあ、3万円から4万円程度、はい、まあ、それが3回から4回と、はい、いう形になります。はい、なるほど、なるほど。選手の募集人数っていうのは各々、ね、何名ぐらいを最大に考えていますか？そうですね、今現在の U13 の選手が26名で活動させてもらってるので、はい、まあ、大体それぐらい、ね、25、はい、6名程度を、はい、予定しています。コーチの人数っていうのは何名ぐらいで見られたりしてるんですか？そうです、まあ、今現在は U13 しかないので、あ、はい、スタッフ4人で一つのカテゴリーを見てるんですけど、はい、まあ、ジュニアから、ジュニア数すべて合わせると今10人ぐらい、はい、スタッフがいるので、まあ、各学年最低でも2人以上はつけてるかなと、はい、なるほど。あとこうプリオさんのクラブの特徴なんかあれば教えていただきたいなと思うんですけど。そうですね、まあ、我々の特徴としては、はい、まあ、一つはスタッフの人数が、はい、まあ、ある程度揃っているっていうところになります。はい、で、まあ、そのスタッフの中の子たちは、はい、現役で、あ、まあ、今の関東リーグで、プレーしている選手だったりとか、はい、まあ、県リーグでプレーしている選手だったりとか、はい、っていう、まあ、現在もプレーしている選手がそのままやっぱり直接子どもたちに指導するっていうのは一つ特徴なのかな。はい、はい、なるほど。先ほどちょっとお話しさせていただいて、畑中コーチなんかもこう結構特殊な経歴というか、なんかもしよかったらその辺を簡単に経歴自己紹介というかしていただければなと思うんですけど。そうですね、
まあ、ずっと地元のチームでやってて、はい、で中高と公立、はい、で大学も、まあ、普通の、はい、別にサッカーとかで入ったわけじゃなかったので、そんなにサッカーに対して熱があったチームにいたわけでもないですけど、はい、やっぱ諦めきれなくて、はい、でセレクション行って海外1回行って、まあ、戻ってきてカントリー、はい、エスペランスのボールをプレーさせてもらってます。海外は どちらの国に？海外はクロアチアにハーフシーズンだけ行って、はい、その後、はい、コロナでちょっと、はい、うまく決まらなくて、はい、で今日本でやってるって感じですね。なるほど。 いいですよね。こうやってこういろいろ経験された方が、まあ、直接指導をしてもらえるっていうのはなかなかないことなので、ね、あとこう先ほどお話してて、まあ、試合数がしっかり確保できるっていうところら辺はいかがですか？そうですね、まあ、我々の運営母体という運営は、はい、NPO 法人でさせていただいてるんですけど、はい、まあ、僕たちだけがこう試合にお願いするというわけではなくて、はい、まあ、理事にはジュニアのチームの、はい、代表さんだったりとか、はい、コーチの方だったりとかが、はい、一緒に関わってくれてるチームになるので、はい、まあ、そういったところでお声掛けさせていただいたりとか、はい、で今試合はたくさんさせていただいて、はい、本当にありがたいことなんですけど、はいはい、あと、練習会とかっていうのは、まあ、そうですね、まだやられてます。はい、7月の練習会に関しては、はい、定員がおかげさまで、はい、埋まってしまったんですけど、はい、また8月に、はい、2回程度、はい、練習会の設定させていただいて、はい、8月末とか9月の頭ぐらいにセレクションを、はい、させていただきたいなと思ってます。なるほど。じゃあまだ見て、あ、ちょっと興味が湧いたなっていう方でも、何やるというもうですね、はい、ぜひぜひお越しください。あとこうセレクションの部分で、まあ、セレクションのこうやる内容みたいなのをこうどんなことをやるのかなっていうのを教えていただけたら。そうですね、まあ、我々は、まあ、ジュニアの子たちもそうなんですけど、はい、ボールコントロールとドリブルが、はいはい、一応メインで指導させてもらってる部分にはなるので、はい、ボールコントロールのところのトレーニングを一つ二つさせていただいて、でそれをまあ見た中で、次、まあ、最後はこうゲームですね、はい、ゲームを見て、決めさせていただくという判断なんですかなと思ってます、はい、あとこうセレクションでこう選手を見るポイントなんかあれば教えてほしいなと思うんですけど。そうですね、まあ、ゲームの時の、まあ、サッカーの IQ といいますか、はい、どういう判断をするのかなと、はい、どういう面白い仕掛けをするのかなと、はい、そういうところの部分を見させていただくことが多いです。あ、はいはい、進路のところを少しお聞きしたいなと思うんですけど、はい、まだ中学1年生しかいないと思うんですけれども、はい、まあ、例えば中3になって進路こういうところ行きたいとかってなった時に、まあ、どういった感じで進路のところをサポートしていく、まあ、予定で、まあ、どういうふうにしていくのかなっていうところを教えていただけたらなと思います。そうですね、まあ、まだ中1の選手しかいないので、はい、まだこれからにはなるんですけども、はい、もう今からやっぱり僕たちは今ちょっと動かしてもらってて、はい、あとはその先ほども言ったように NPO 法人として、はい、組織として今やらせてもらってるので、はい、まあ、理事長の方だったりとかが、はい、人脈を持ってたりとかするので、はいはい、それなりに今のところ高校さんともすでに、はいはい、アポは取らせてもらったりとかっていうのはしているので、はい、まあ、ちょっと、まあ、サッカーで行ける子が多くなればいいなとは、はいはいはい、思ってます。なるほど、ありがとうございます。あと最後に、まあ、小学生とか見てる子多いので、まあ、こう上手くなりたい小学生に向けてこう2人方からアドバイスをいただければなと思うのでお願いします。はい、そうですね、まあ、どれだけ
努力ができるか、僕たちのチームの選手に言ってるのは、目標を設定して、その目標のために今何をするべきかっていうのを、考えて行動するっていうことを、まあ、伝えておきますので、ぜひ、目標を設定して今何をするべきなのかを考えて練習を励んでもらえればと思います。まあ、さっきちょっと経歴でも喋らせてもらいましたけど、まあ、今の現段階がゴールじゃないと思うので、まあ、自分が高校卒業、大学卒業の時に、まあ、どこに行きたいかっていう目標をしっかり立てれば、その時にやることが見えてくると思うので、まあ、しっかりそこに対してフォーカスすることで、諦めずにやり続けること、やっぱり諦めてた選手はプロにもならないし、サッカー選手としてもやっぱりやめてる選手多いので、まあ、諦めずにやり続けるっていうことがまあ一番かなと思います。ありがとうございます。あと最後にクリオさんがこうクラブの告知なんかあれば簡単にいただけるかと。はい、そうですね、まあ、今年からスタートさせてもらったまだまだ若いチームではなるんですけども、スタッフの熱量は、まあ、若いチームだけに負け、他のチームには負けないぐらいあると思ってますので、ぜひ練習会セクションにお越しいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。概要欄の方にもクリオさんのホームページのリンク貼らせていただくので、まあ、もしこの動画見て興味持たれた方はぜひそちらから練習会もセレクションもお申し込みいただければと思うので、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は SC クリオの初めて代表と働くコーチにインタビューさせていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ポツビトチャンネルではジュニアユースの進路を中心に少年サッカーの情報を